ロシアによるウクライナ侵略が続く中力による一方的な現状変更の試みを断じて許さずウクライナに対する支援とロシアに対する制裁を着実に実施し法の支配に基づく国際秩序を堅持する必要があります。ロシアによる侵略の惨劇を 直接目の当たりにしこれを繰り返さないためにこのロシアによる侵略を一刻も早く止めなければならないこうした決意を新たにしたところです人の組織である自,自衛隊にあってハラスメントはその根幹を揺るがすものですこれから自衛隊の中核を担っていく皆さんは この点を改めて認識をしてください。